ジェイソン・マッシュ・バルガスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンバーナーディの軍アップルバレー出身の、プロ野球選手。左投げ左だ。フリーエージェント。愛称は、バルギー。ニューヨーク・ヤンキースなどでプレーしたランディ・ベラーディは、おじにあたる。2001年の MLB ドラフト43巡目で、ミネソタ・ツインズから指名されたが、契約せずに、ルイジアナ州立大学へ進学。 2003年にカリフォルニア州立大学ロングビーチ校へ編入。そこでは後に再び同僚となるジェレッド・ウィーバーがいた。2004年の MLB ドラフト2巡目でフロリダ・マーリンズから指名されプロ入り。2005年7月14日のフィラデルフィア・フィリーズ戦でメジャーデビュー。2006年11月20日にトレードでニューヨーク・メッツへ移籍した。 シアトルマリナーズ時代2008年12月10日に、クリーブランドインディアンスも含めた合計12選手が、動く三角トレードにおいて、シアトルマリナーズに移籍した。2010年から、マリナーズの先発に定着した。2011年には、初の2桁勝利を達成した。2012年は、自己最多の217.1イニングを投げ、チームトップの14勝を挙げた。 ロサンゼルス・エンゼルス時代2012年12月19日に、ケンドリスモラレスとのトレードで、ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムに移籍した。2013年11月21日に4年3200万ドルで、カンザス・シティ・ロイヤルズと契約。2014年は、ロイヤルズの先発ローテーションで1完封含む30試合に、投げ、2年ぶりの2桁勝利となる11勝を挙げた。 防御率3.71は、規定等級回到達、未達の関係なく、バルガスの自己ベストの値である。2015年は、左クッキンの針で5月8日と6月13日に15日間の、故障者リスト入りし、7月21日に、故障者リストから復帰したが、翌22日左尺骨側副人体断裂で3、度15日間の故障者リスト入りした。 その後、トミー・ジョン手術を受けることとなった。結局、成り物入りで加入した2年目は9試合の登板に止まった。2016年、前年に受けた手術から復帰し、3試合に先発登板した。投げた試合数こそわずかだったが、防御率2.25ホイップ0.92だった。2017年は、 前年の投球内容そのままに開幕から安定した投球を見せ、前半戦をいずれもリーグトップとなる12勝、防御率2.62で折り返して、自身初となるオールスターに選出された。オールスター後は調子を落としたが、最終的に18勝11敗、防御率4.16を記録し、自身初タイトルとなる最多勝利を受賞した。 オフの11月2日に FA となった。2018年2月18日にメッツと2年1600万ドル、最大300万ドルの出来高で契約を結んだ。2019年7月29日にオースティン・ボッサートとのトレードでフィラデルフィア・フィリーズへ移籍した。オフに FA となった。2種類の速球を投げるが、球速は85から90マイルパーアワーと、 MLB ではかなり遅い部類に入る。変化球はチェンジアップがメインで左打者にはカッターも有効的に用いる。あまり多くないがカーブも投げる。ありがとうございます。